どうもガリーレコードのフェニックスです。藤原達也です。はい、ということで、はい、今回のガリーレコードチャンネル、ああ、何をするかというと、なんだなんだ、このチャンネル初めて、うん、大食い企画です。大食い、はい、確かに今までやってなかったもんな。やったことないのよ。で、食べるの好きでしょ。もう食べるのは好きだな、はい、うん、ということで今回用意したのがこちら、ざわざわ、うわあ、超超超大盛りギガマックス、あー、2142ペリカ。いや、ペリカだったらあの丸1個つけないと、2万って言わないと変な感じ。いや、まあ、そもそもカロリーだよ、円じゃねえだろ。2142カロリー、これ見たことあるぞ。これね、最近、まあ、ちょっと経ったけど、ちょっと前からな、ちょっとやっぱりこの、なんだっけ、うん、ここ書いてんだよな、確か、何が、1日1食までにしてください、カロリー、摂取基準を上回る恐れがあります。だいたい2000ぐらいとかでしょ、男の人ね、成人男性、うん、これはすごい。だから YouTube でな、よく見るよな、これ食べてる動画。でっけえしな、でっけえんだよ、重いんだよこれ。どんぐらい、どんぐらい、これはな、人の命くらい重いな。重っ、人の命くらい重いぞこれ。具体的なやつ、重めえんだよ。めちゃめちゃ重量感だよ。金よりは下、金よりも、命は金よりも重い。金は命よりも重い。そうで、でもめちゃめちゃ重い。重いよね。食べれるかな、これ2人で食べるってこと、この3つを。いや、僕は食べないです。え、こんなん食べれない。これ普通の 4倍あるんで。食欲しいもんな、うん、あんた。ガムとかの方が好きだし。ガム、ビヤングとガムあんま比較するもんじゃねえけど。え、俺じゃあ一人で食べるってこと。いや、無理だよ。ただ今日は食える人呼んでます。ザワ、なんだ、食える人、食える人、どうぞ。なんだなんだ、誰だ。すごい上から、わんぱくな足音が聞こえるで、すごい遠いな、遠いな、早く来いよ。そんなに階段ない、なんだ、何階から来て、何階から、遠いよ、我が家遠い、6階から降りてきたからね。いや、6階降りてきた。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、いつも見る人たち、見たことあるでしょ、準レギュラーだよ、これ。純レギュラーだね。まあでも確かに、うん、今までその僕らのチャンネルにちょこちょこ、うん、動画出てたけど、この2人、うん、特にこのこっちの蹴りの方で、蹴り、そう、ガーリーレコードの蹴り、蹴り担当、そう、改めてやっぱちゃんと紹介っていうのはなかったから。そうそうそう、だからこれもね、なるほどね。じゃあみんなデブだし自己紹介しとく、うん、じゃあ僕ですか、うん、先ほども言いましたけど、ガーリーレコードの蹴り担当、アメノミヤです。よろしくお願いします。そんな担当ねえんだよ。よく蹴ってるけど。アメちゃん、アメちゃん、アメちゃん、アメちゃんで、どうも、最近出るようになった、パンプアップの秋山太郎です。いや、急に呼ばれて参っちゃいますよね。出た、出ました、出たよ。僕のギャグですね、はい、出ました、参っちゃいますよね、YouTube で広めていきましょう。参っちゃいますよねっていう、参っちゃいますよね。このね、画面越しに分かるか分かんないけど、うん、まあ、えげつないメンバー。そうだね。今この来た時点でちょっと体感、温度上がったもんね。ちょっと熱くなってきたもんね。熱がすごい、喉の調子ちょっと良くなったもんね。うるおいが、うるおっと、いいね、いいね。まあ、この3人でこの3人なら食べれそう、食べて、まあ、ただ食べるんじゃあれなんで、まあもちろん、幸せそうに食べてもらいます。せいや、え、いい、はい、それでいい、美味しそうに食べる、早く食べなくていいっす、じゃなくていい、幸せそうに食べれるから。あんま聞いたことねえな、そのジャンル。あんまないし、得意ないな、ないな、そうそうそう、うん、いつもやってるよね、芸術で争うみたいな。あんまないけど、フィギュアスケートなんだ。じゃあ早速食べていこうか、お湯沸かしますか。よし、よっ、いいよ、開けよう、開けよう、開けようか。これ多分お湯どんぐらい、お湯1300ミリリットル。え、1リットル超えてるの。1リットル超えてるぞ。波の、そんなカップ麺ある、すげえ、こんな重いの。重い、米入ってない、米入ってない。一生米も入ってない、それまだ水吸ってないから。いや、火薬の量、すげえ火薬の量、うわっ、でっけえ。これキャップ一玉入ってんじゃん、キャベツ。一玉入れた、これ。お湯入れたら戻るかもしれない、一玉分。すげえ、でっか、これ派手だな、これすげえな、やば、めっちゃテンション上がっちゃう。たまらんな、これたまらん、うわー、すごいすごい、
ふりかけの量もやっぱ気持ち多いもんな。うん、え、ふりかけあるの？あー、この匂い好きなの。全然多い、全然多いよ、うん、この匂い好きなんだよな。あ、変わんねえか。そうなんだよ。行こう行こう。おい、行ける？一人。俺じゃあ先行っていい？はいよ。でも食うの同時だから。そうそう。え、ごめん、取るわ。でも冷えてる方が一番美味しい状態で食べた方が絶対しやすそう。これでも確かに猫舌だから。あ、じゃあちょうどいい。で、ごめん、それね、マックス1リットルだから、そのケトル。え、ちょっと足りない。よし、うん、できた、はい、できた、できた。できたというか、そのお湯入れて、うん、うん、湯切りをした状態でさ、ね、はい、まだ混ぜてない。開けようぜ、みんなで。開けよう。しゃあ、いや、いい匂いよ、もうめっちゃいい匂いですよね。もう重さがすげえんだけど、はい、多分キャベツの匂いも違うよ、ちょっともう量が多分多いんだよね。だろうね。うん、おいい匂い。いいですね。焼けちゃう、焼けちゃう。よし、開けようぜ。えー、せーの。うわー、でかい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 。なにこれ、やばっ。あ、これ量違うわ、やっぱり。え、すごいわ、絵力が。絵力あるな。ちょっと待って。え、え、火薬入れ忘れてる。火薬の量すげえ火薬の量。うわ、うわ、やってる。あれ、うわ、忘れてた火薬。そうだもん、ほんと。あれ、うわ、やってる。え、どっか、明日。あれ、俺の火薬どこやった。入れっぱじゃない、大丈夫。大丈夫、大丈夫。え、俺入れた。確かに多い。あ、ほんとだ。なんで言ってくれんの。入れ忘れたのに気づいたんだ。いや違う、だからお湯を入れて待って、うん、切るっていう段階の時に高井がね、これ1回でできないから、うん、順番でやった時に高井がもう切ってる時にここにあったんだ。俺まだお湯入れてなかったからラッキーと思って入れちゃった。入れちゃった。相当な悪党だ。誰も教えなかった。誰も言わないよ。マジかよ。スペヤングで。スペヤングかよ。マジスペヤングだ。マジで。ええ、まあでもクリエイト系あるからまあいいか。そうだね。まだね。うわ、火薬入れするとか。ああ、それやだね。ショック。混ぜよ。混ぜていいもん。うわ、ソースでっけえ。でかいね。でかい。でかいね。重い重い。うわ。俺もう握力がないからさ、こういうの開けらんないんだよ。握力ない。おじいちゃん、おじいちゃん、ちょっと開けて開けて。てか握力じゃねえだろ、それ別に。それ関係、切り口あるよ。指力、指力。いや、切り口、切り口ある。切り口あるね。いや、マジックカットの場合さ、あ、どこからでも切れますよね。うわ、でかな。あ、すごい。もう、そこで混ぜてんのに匂いくるわ。あ、そう。すごい。いや、すごい、こっちももちろん匂いがもうすごいうまそうにですよ、もう。確かにうまそう。はい。カレー欲しかったな。キャベツ欲しかったな、これな。いや、そうだな。で、このふりかけとこのスパイスの入れるタイミングもちょっとこれ、あれだな。なるほどね。途中で味変えた、味変えると。あ、そういうこと？うわ、でっけぇ。マジで？あのさ、でっけぇ。さっきまでで重いと思ってたけどさ、水吸ったことないってちょっと。より重いね。いけつないな。とんでもないね、これ。いや、重っ。つうか俺でバリカタなんだけど、すげえだバリカタなんだけど、フェリーちょっとミスったの入れたの。完全に線まで足んなかった。ふざけんなよ、マジめちゃ硬えわ。だってな、なんだバリカタ使うのさ、何リットルつい1.3 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 1.3
ットルぐらい使ってる。よし、俺もういける。え、マジでもういける。あー、いいね、うめ。あ、うまい、きれい、きれい、混ぜ方うめ、うめ。なんか買い欲しかったな。彩りねえ。彩りがねえ。一色圧倒的茶。よし、俺もこんなもんかな。まあ俺もこんなもんかな。はい、じゃあ幸せそうに。さあ、はい、じゃあ食べてください。この世の食材に全てに感謝を込めていただきます。トリコ、いただきます。さあ食べてください。いただきます。うわー、すげえ。いい、食いそうだなこれ。いただきます。うん、うまい。どう、うまい。うめえ。うん、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 うわ、これだよペヤングって。いい、最高にうまい、マジで。めちゃめちゃ久しぶりに食べた。うわ、うまっ。やっぱその甘みがさ、野菜の甘みが本当に好きなの。うん、焼きそばにおけるめちゃくちゃうまい。ああ俺の火薬だよ。睨んでるから。俺に感謝しろ。睨んでるから。この甘みは俺が作ったの。いや、作ってはない。うめえわ、マジで。
早っ早っ、あの作戦みたいに言ってたのに途中で味変。皆さんちゃんと幸せそうに食べてくださいね。うん、うまっ。うめー、最高。夏はやっぱこれだわ。そう、絶対これ。もっとあるでしょ、毎日これ食うわ、絶対。焼きそば以外の味楽しめるね、高い。うん、スッペヤングだったら。うん、うまっ。タロちゃんだけもうなんかそこつついてる音するんだけど。もうちょい。ああ、もう、あれ、ね、あの、はいや。やっぱペヤングといったらこれだよな。ん、新しい。新しいヘルシアレクチャー始まる。やるんだ。鼻に入ってきた。いや、なんかもうちょっと用意してるの見えてたし、一回呼吸整えたのに耐えきれんかった。早っ。いや、測ってないけど、だってこの2人がめっちゃ残ってるよ。いや、めっちゃうまかった。結構味わって食べてたよね。うん、あの、お茶漬けの CM みたいな感じで。ほんと、ガンガンもう、かき込んで、もう、うまくて。早っ。もう最高だね、やっぱり。一応うまい。うまい、うまそうだったね、確かに。うん、最高。ガーリーレコードの早食い担当になったら、確かに蹴り担当、ママメ担当、早食い担当、バラエティ豊かになったちょっと動かないのガーリーレコードちゃんだから。コメントでもやっぱあったからな、このチャンネルに出てくるデブはモノマネ担当のデブと、ケリーにステータス全振りのデブと、あともう一人デブは何のデブなんだろう。早食いだった。あ、なるほどね、早食いだったんだね。あ、そう、それだった。めちゃめちゃ早いな、多分。早いや、マジで早い。もうめっちゃもう全然、しかも本気じゃなかったもんね。もうだって流してたもんね。もう喋りながらも普通に。確かに、うわ、マジでうまかったもん。スパイス入れるぜ。マヨネーズも確かに、あったよ。マヨネーズ本当に あるある。言ってよ。ちょっと待って待って。最高なんだよ。ありました。マヨネーズ来ました。たペヤングを持つ力がもうそうだ、パンチ弱かったもんな。腕ゼロだ、腕ゼロだ。いけるよ、まだいけんだけど、手が伸びない。いや、もったいない振り方してる。完食。あ、口の中結構見えたわ今。ごめんなさい。ごめんなさい。あー、うまかった。いや、うまいわ。いや、うまいね、ペヤング。うまかった。あれ、え、いつの間に来たの。あれ、え、よう、みんな容器まで食べた、ちゃんと。容器まで食べちゃダメだ。やべよ、容器も食べて、お、うまかった。容器も食べちゃダメ。え、あんた食べたもんか。あげろ、トネガマ、あげろ、あげろ。いや、走ったけ。走ったけ。本当に食べてるわ、こいつ。あ、残
とした。あー、ダメだ、食い切ろう。いや、大丈夫、俺、うん、これ見てたら腹減ってきたから食うわ。よかった、グミが触発されてきた。グミ以外のもの久しぶりに食べる、久しぶりに食べるぞ、グミ。後でね、後で食うわ。ということで、はい、はい、皆さん、幸せですか。せーの、はい。まだね、団結力が今日初の初だからこうやってでもデブってあの自己顕示欲とエリツだからあの体験その結果ね、確かにエゴが出すぎちゃってあるわけはないんだよエゴが集結したのよ、エゴが取んねえから。確かに確かに、そうだ、まあでも今後もね、この3人でなんかこう企画できたらいい。まあ、そうね、飯系は飯系はちょっと僕絶対できないんで。じゃあフェニーを太らすっていうのもあるかもしれないし、ね、確かに4人目、これ4人目の4人目のガーリーレコードになったこと、なんで俺押し出されてロケット鉛筆みたいな押し出されてケツについてるこれやっていこうぜ、やっていこう、無理だ、アメちゃんとタロちゃん、はい、今後ガーリーレコーチャンネルをね支えてくれてるんでね、はい、そうね、ありがたいよ、支える、皆さんもよろしくお願いします。はい、はい、ということで以上、ガリレコードチャンネルでした。またな。